今回紹介するのは「デジタルファシズム日本の資産と主権が消える」という本です。コロナ禍の裏でデジタル改革という名のもとに恐るべき売国ビジネスが進んでいるのをご存知だろうかアマゾン、グーグル、ファーウェイをはじめ米中巨大テック資本が行政、金融、教育という日本の心臓部を狙って デジタル庁スーパーシティキャッシュレス化オンライン教育マイナンバーそこから浮かび上がるのは日本が丸ごと返しに支配される X デーが刻々と近づいている現実だ。果たして私たちは 今だけ金だけ自分だけのこの強欲ゲームから抜け出すことができるのか20万部超のベストセラー「日本が売られるから3年」気営の国際ジャーナリストが緻密な取材と膨大な資料をもとに暴く「日本デジタル化計画の恐るべき裏側資産と主権だけではない」「人格も消える」「これから政府が狙われるのではなく」 すでに進行中、観光庁の調達は経済刺激の手段でしたが、すでに国の機関では特定の大手資本が調達システムを掌握しつつあって、街中の商売技が排除される動きがこの10年で進んでらいました。国へ予算が自動的に吸い上げられ、 大多数の国民には還元されない仕組みキレが玉占い禁止の対明らかにならない仕掛けがデジタルですですから財政出動しても資金がみなに回らない本書を読んでいるとバブルの頃依頼の株高なのに街中の景気が全然よろしくない現状や健康ファシズムについて意識させられますね教育のの問題も指摘の通りで 企画化された学ぶシューアルゴリズムで高へ点を上げる性能の良いロボットの選別システムと化した今の教育がより強固なものに思考の自律性と多様性を奪い最終的には人格が消えていきますこのままでは平成12年2000年に仕込まれた枠組みがデジタルによって一期に完成しかねません今 最も耳を傾けるべき継承です以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。